韓国大統領府関係者は12日、来月の北京五輪開会式に文在寅大統領が参加するかどうかについて検討していないと明言した。適切な代表団を派遣すべく検討中とも話した。韓国報道陣の質問に答えた。 欧米各国の首脳が外交的ボイコットを表明する中、新中路線を強めてきた文氏は、開会式に合わせた訪中の可能性をギリギリまで探っていたが、断念した。文氏が政権のレガシーとすべく取り組んできた朝鮮戦争の終戦宣言について、文氏は開会式で米中と南北首脳が一堂に会した場で実現するシナリオを描いていたが、 アメリカの外交的ボイコット表明に加えて北朝鮮が五輪不参加を表明した。それでも文氏は北京で、金平との首脳会談を実現させ北朝鮮のキム・ヨジョン朝鮮労働党副部長ら金正恩党総書記の側近とも会談できれば5月の任期末までの宣言実現に望みをつなげると考えていた模様。 訪中して平和ムードを高めれば3月9日投開票の韓国大統領選での与党勝利に貢献できるとの思惑もあったとみられるしかし新型コロナの感染拡大が沈静化しない中、えー、近平との会談は困難と判断したとみられるということですね。いやー金 ね、かかっちゃったら大変なことですからね誰ともなかなか会えないですよしかもリスクを冒してね首脳会談するのにわざわざ韓国を選ぶ必要がないですよね中国からしたらね、まあ、プーチンとは会うでしょうねあの2人ねお似合いですからねいやプーチンが来てくれるっていうのは金平にとったらああこれはですね 喜ばしいことですからね。えー、ですから一生懸命韓国大統領がね食い込んでいこうとするんですけども中国が見向きもしないということで会ってくれないと言っても会ってくれなかったらこれメンツ丸つぶれですからだったら行かないよってちょっとへそ曲げちゃいましたけどもねいや本当にね開会式に参加することに意義があるんだったら金平と会えようが会えなかろうが関係なしに行きゃいいんですよ。金平に会えなないい程度のこととで、で、やっっぱ行かないとか言ててへそを曲げてる時点で もう何なのって話でそもそもオリンピックでそんなもんじゃないですしねこんな自分がとかレガシーがとか選挙がとかそんなので思惑でね行く行かないのって考えちゃってる時点でい男だなと思いますけどもね武田敦康チャンネルの「切り抜きチャンネル」をご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー、動画の評価いいねチャンネル登録もお願いします え本家武田恒ねチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。